ニューストナイトのアーカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアーカーマンは産経新聞編集員の荻原康さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか、えー、終わらないヒーロー伝説から何が見えるかというねはい。もうこれはもうちょっと感傷的なあの、えー、タイトルなんですけど昨日ちょうど1月10日あのロックスターのデビッドボウォー、まあ,あー日本流に言えば一周期と はい、いうことで69歳でで去年亡くなったススーーーパースターですよね今もこの例えば書店なり CD ショップなんかに行くと、まあ、このボウギーさんのね関連本がずらっと実に多く並んでますよねその隣にはあのボブ・ディランさんあ、はい、そ,れそれに上回るような勢いでということもあって、まあ、去年特にねいろんなこのロックプリンスも含めてですけれども大物のね人たち、はい、ミュージシャンが。 亡くなそれとデビッド・ボウイ、ね、じゃなくてあのあのボブ・ディランのノーベル賞の話もあったり、はいろいろこうやはりこの CD でいうと遺作だった「ブラック・スター」だけじゃなくてもうつい最近のレ、ね「レガシー」っていうね生涯ベストのベスト版が出てますし、はい、まあ、わばこのどういうのかなあのこの「レガシー」っていうのは。 それこそオバマさんのいうレガシーと同じで、大統領とよ、はい、り遺産。はいうん、だから、ボーイーの残した遺産を、や、みんなでもう一回。あの、こう、き、聞いて、まあ、あの、まあ、堪能しようよっていう話ですよね。うん、で、あの、まあ、これ、当然、音楽産業という面から見れば、まあ、ビジネスのね。えー、まあ、局面、当然ありますよね。当然、亡くなった時なんていうのは。 だけどこれ、あのー、まあそういう見方じゃなくて純粋にこうボウイをねたどり直したい人が僕は多いんだと僕は思ってるんですねだから聞きたいし読みたいし、まあ、彼の場合は美形ですから眺めたいと、はい、いうことだと思います <laughs> 今ちょっと「心斎橋」でボウイの,の主演した70年代のカルトムービーの傑作のね「地球に落ちてきた男」が。 ちょうど今やんです、ね、これ本んにねけったいな映画なんですけど一、えー、回ご覧いただければと去年からあちこちでやってはいるんですけれどもねそれと僕はびっくりしたのはね、はい、例えば BS の特別番組がポンと上映、うん、まあ上映っていうか、ね、やられたり放映されたりもっとびっくりしたのはこれまあ他局になりますけど FM のこラジオ番組で10時間ぐらいぶっ通しでかけ続けていたというね10時間もやってました。うん、つまりまりあ ここれは一体どういううういいととなんだろうという気もしたわけです例えばこれプリンスじゃないんですよね、はいはい、ずっとこれでボーイをやってるというね、うん、プリンスはプリンスですごい大アーティストなんだけど、えー、ボーイというのは一体何だったのかということをもう一回やはり考えてみたいなという気が僕もしたもんですからそれともう一つ言えばこれ東京のこれ天王洲のね、はい、あの倉庫で始まったこれボーイの大回顧展があるんですけど「えー、デビッド・ボーイ・イズ」というね ロこれ,ロンドンのこれあのビクトリアアルバート美術館が2013年にやった大規模な回顧展をそのまま持ってきてるんですけど、はいね、だからヘッドホンつけながらこうね防、はい、イの世界に堪能するというファンにはたまらない催しが今やってるわけでなぜ大阪に来ないんだというのをまず僕は <laughs> まずこれを最初に叫んでおきたいと思うんですけれどもね, <laughs> ね, <laughs> ね<ー>まあまあそういうこともありあのどういうのかなえー、まあこの今逆にこの一周 気を迎えてさらにこう、はい、ボーイさんが盛り上がってるんじゃないかということがあって、えー、まああのー、一般にはね、はい、このーボーイさんで行った時に案外皆さん聞いてらっしゃる方って実はね<え>そんなに僕はあの一般的じゃないだろうと。 僕は見てます,そ,すそれは例えば<あ>あの、えー、どういうのかなあの大島監督の「戦場のメリークリスマス」のローレンスとかあ,、えー、ああいう役柄で例えばデビッド・ボイは非常に美形ですからねやっぱりまずやはりビジュアルで入っていくと思うんですよ。だからどういうことをやった人なのかどういう歌なのかっていうのはレッツダンスぐらいでしょうおそらく。<laughs> あのイメージが強いと思うんで、はい、それ以外例えばボイはどんな曲って言われて、まあ、例えばずっとロックを聴いて いた人以外には、案外ビートルズとか、みたいに馴染みがある。人ではないのかもしれない、はい。一般大衆というわけではないのかもしれない、うん。案外だから、そういう意味ではカルト、ではあるんですけれどもね。はい、で、この例えば、十時間やってるような番組があるっていうことは、うん、いや、それだけ。まあ、いわば、需要があるわけですから。そうですね。世の中に、一癖も二癖もある、このね、ファンがいっぱいいらっしゃるということになる。わけですよね。はい、で、あの、まあ、これ、あのー、どういうのかな、あのー。 ボブ・ディランの話を今しましたけれども世界がこうロックっていうものに対して今どういうふうなスタンスでいるかっていうと、ええ、例えば若い人がねこれ見てこんなあの例えば番組とかいろいろ見たり聞いたりして思うのは若い人がこのボウイにボウイを発見してるんですよ実は。ええ <え>それはそうです。よ同時代じゃないから。<ー>僕ら同時代で聞いてるんだけど、ううねはい、後になって学習してるんです。ですね、今の人たちってのおそらくロックを学んで知ってる人ばっかりなんですよ。うん、つまり、あの、だから、ロックがきちんとこう、折りたたまれて、ちゃんとした、こう、こうですよって、えー、あの。 なんていうかなあのまあ,あの今は当然スマホでもすぐ聞けますし、はい、そうなって聞いてるだからまあやっぱ同時代の我々がこうまあどういうの無秩序に聞いてたようなわけじゃなくてちゃんと秩序立てて聞いてる、うんね、学習できる環境があるんですねだからそういう意味ではこのロックっていうのは今やこれは大衆文化の中の歴史になっていると。 これを悲しむべきか喜ぶべきかっていうことをふっと僕は感じました、はい、でこの聞き方もアナログじゃなくて非常にデジタル化しているということももちろんあります。まあ、それでまあこのボーイさんは当然まあ日本に非常になじみの深い人であるっていうのは皆さんもよくご存知の通りで、まあ、京都のねあの宝酒造の。 コマーシャルに昔出てたりとかあるいはこの禅,禅にねかなりやはり禅のお寺なんかにこう非常に、うん、え通ってらっしゃっていろいろこうだからそう見ると日本に非常にこう馴染みの深い人なんだけれども実際は我々もこの映画とかで知るあのボーイやってもボーイの音楽そのものを、まあ、あるいは歌詞そのものをね、えー、しっかりとこう聞いたことがあったかっていうとやはりいろいろこうね、うん あの疑問というか、うん、今だからこう逆にねあの聞いてみたいしあのこう、うん、聞いてるんだろうなという気が僕もしたわけなんですけど当時とはまた違った思いで見るから、うん、当時とは違った思いですよねどうですかなんかこうあの去年から今年にかけてボーイーなんかこれ良かったなってあります <laughs> ごめんなさいちょっと私音楽は詳しくああんまりあそうですかすなるほどね、はい、であのこういうね写真があります、はい、今僕スマホで梅田 えー、半球電車のボー,リーというねこういうつまりこういう感じで、まあ、こういう写真が残ってるんですけれども、はい、まさにこう関西に非常にゆかりのある人だったということで今からちょっと後でももう一回ちょっとしゃべりますけれども、はい、とりあえずここであのオバマさんの話が出てきたので。